ベルヌイエは、フランス、サントルイコールバルドロワール地域圏、ウールイコールエイコールロワール圏のコミューン。県第3位の人口を持ち、ドルート市圏に含まれる。ウール川の支流ブレイズ川が流れる。3つの大きな地区がコミューンを構成している。レコルベ、グランドボベット、ボベットである。レ、コルベ地区は、ドルー市街を経由するのを回避する、環状道路によってグランドボベットとつながっている。 第二次世界大戦中のベルヌイエは、その大きな隣人のドルーのように、1940年から1944年まで、ドイツによる占領を経験した。ベルヌイエは、ドルーと同時に1944年8月16日に、サム・アイザックス中尉率いるアメリカ陸軍の気候大隊によって解放された。ベルヌイエの経済は主に薬品、エレクトロニクス、自動車部品製造、 金属加工からなっている。コミューンには二つの工業地帯がある。コルベとニュイズマンおよびボベットである。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をするものの重複分を除いたものそれ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの1999年まで、イヘス、カジニー、 2006年以降は NSEE ありがとうございます。